ここは東京北区の王子駅前。これから飛鳥山公園を散歩します。飛鳥山を登るパークレールとその脇を走る都電荒川線、標高約25メートルの山頂に到着。コウキンパパさんたち、いらっしゃい。私の名前は王子飛鳥。この地に代々住む由緒あるうちの娘です。王子といえば稲荷神社の町だから、狐のお面をつけているの。コウキンパパさんも狐になっちゃえ。こちらは佐久間昭山の作である桜の麓の遺木をもとに勝海舟の意により作成された石碑です。このデッキからは電車がよく見えて、鉄道ファンの子供たちが集まってきます。京浜東北線ですね。東北、北陸新幹線もよく見えるんですわ。この車両は昭和53年4月まで飛鳥山公園横の都電荒川線を走っていました。蒸気機関車 D51 もあるんですね。せっかくだから渋沢栄一の庭園を見ていきますかね。新一万円札に描かれている人です。気持ちを入れ替えて線路沿いの小道を歩きましょうか。あ、東武鉄道の特急スペーシアだ。この時期、小道にはアジサイがたくさん咲き並んでいて、人気の撮影スポットなんです。
掲げているパパさんの影が。では、渋沢栄一さんの背中にお別れしながら帰りますか。またお会いしましょうね。さようなら。あ、アスカちゃん。